頂上軍団復活で今シーズンはベテランと若手が融合国内最多18冠目となる J リーグ年間優勝を狙うセカンドステージ王者年間1位の浦和レッズリーグナンバーワンの戦術の厚さで史上最多大の勝ち点を積み上げた中圧に負け続けてきた赤い悪魔が10年ぶりの栄冠に挑む 因縁の両チームその始まりは1993年福田さんの J リーグ初ゴールはアントラーズさんしかし記念すべきゴールに酔いしれているとなんとアントラーズがプレー再開あっという間に同点とされてしまった そしてアントラーズが J リーグ初の優勝を決めたのもレッズ戦だった現在監督を務める石井さんが先制ゴールレッズのホームでアントラーズが J リーグ元年のファーストステージを制したくっきり分かれた両者の明暗レッズは当時松木さん率いるヴェルディに遊ばれてしまうほどの弱さリーグの折り物とも言われた1999年 J2 へ降格してしまうだが1年で J1 に復帰すると 2006年 悲願の J リーグ初優勝翌年には日本勢で初めて ACL を制すなど不動のビッグクラブへと成長した一方アントラーズといえば G コイズムそれは 96年の J リーグ初制覇で実を結び次の世代へと継承されていった2001年までに国内タイトル8冠を達成アントラーズは上昇軍団となっていく その両者が2007年熾烈な優勝争い引き分け以上でレッズの優勝だが勝利を手にしたのはアントラーズだった勝ち点1差で最終節へ勝てば J リーグ連覇のレッズ相手は J2 降格が決まっていた横浜 FC だった赤い悪魔 勝利の女神は微笑まなかった一方アントラーズはレッズとの勝ち点差10をひっくり返し6年ぶりの王座奪還それは J リーグ史に残る奇跡の大逆転優勝だったそして2009年今度は最終節で激突現在レッズの興梠が皮肉にも決勝ゴール アントラーズ3連覇の瞬間を埼玉スタジアムで迎える結果となったさあ赤と赤の因縁対決 J リーグの頂点に立つのはアントラーズかレッズかこの後チャンピオンシップアンバサダーかつてヴェルディを連覇に導いた名将松木さんが今年の見どころを語る